ボードゥアン4世は、エルサレム国王。エルサレム国王、アモーリー1世の息子。ボードゥアンは父に離縁された母アニエスと共に過ごすことなく、父の宮廷で育てられた。9歳から、古典学者、アラビア語学者、歴史家であり、ティールス司教となるギオームとティールに教育を受ける。ギオームによるとボードアンは、非常に才能豊かな、魅力ある、美少年で、ほがらかで、活発で、 運動神経も良く、すでに一人前に馬を乗りこなした。頭の回転も、素早く、人並み以上の記憶力を恵まれて、侮辱を忘れないが、受けた恩恵を忘れることは、さらになかった。ラテン文学と歴史にはとりわけ熱中した。ある日のこと、若い王子は、エルサレムの諸公の子供たちと遊び、夢中になって、お互いの手を引っかき合ったが、 ボードアンだけが悲鳴を上げなかった。驚いたギヨームが尋ねると、少年は何も感じないと答えた。そこで初めてボードアンが皮膚の病に侵されていることが分かり、医者に見せても治療ができないことが明らかになった。ボードアンは13歳で大いに着いた。彼の最初の殺生はミロンド・プランシーで、次がトリポリハクレーモン3世である。 国外ではサラディンがスーダンからユーフラーテス側にかけて統一する機運であった。1175年レーモンハクはホムス方面に先制攻撃し、サラディンにアレッポを手放させた。その間に14歳であったボードゥアン王はダマスから約5キロの地であるダレーヤまで軍を進めた。翌年7月にまたもアレッポを包囲しようとするダマス軍に陽動作戦を加え、 アンジャルの付近で破る。1177年、エルサレム王国の精鋭が、シリア北方で戦っている間に、サラディンは、守りの、薄くなった、王国西南部のアスカロン要塞に、エジプトから騎兵で吸収した。王は400名の手勢を率いて、真の十字架を奉じて立ち向かい、サラディンより先に要塞に着くが2万6000の、エジプト兵に包囲される。 エルサレムまで攻め込むつもりのサラディン軍を追い、敵の遊撃隊に焼き払われた農地を見ながら、やがて川どこへ入る敵軍を見つけると、弱者のうちに力を表す神が、病気持ちの王をこぶしたモータ。王は、馬から降り、大地にひざまずき、十字架の前にひれ伏して、涙ながらに祈り上げた。その様を見て、すべての将兵は、歓喜はまり、この木に及んでは、一歩も引かぬこと。 場所を巡らす者は、誰でも裏切り者とみなすことを誓った。将兵は馬にまたがり、突撃に出た。イスラム教徒は、病身の少年が率いる三百の騎兵に蹴散らされ、ボードアンは、エルサレムに外戦した。しかし、1179年6月10日のマルジュアユーンの戦いでは敗れ、ヤコブの浅瀬の戦いでは、シャステレ城の建設を頓挫させられた。 同年10月にヨルダン川上流に要塞を築き、サラディン軍と首都を繰り返し、1180年にはイスラム勢と講和の協定を結ぶ。ところが翌年、エルサレム王国の風神であるソトヨルダン領主、ルノーとシャティオンが非常識にも急戦破棄を告げず、アラビアのヒジャーズ地方へ侵入し、大きな大将を襲ったため、サラディンはエジプト全軍でルノーの領地、ソトヨルダンに押し寄せた。 ボードアンは、ルノーの行いに激しく生き通ったが、1182年6月に、救援を呼びかけられて、モアブからガリラ山で転戦し、サラディンの大軍を追い返した。8月には、ベイルート防衛にも成功している。ボードアンは、イスラム圏でもヌールッティーンの家系に属する、アレッポ総督とモスル総督の独立を助け、サラディンに対抗する。この二つの党サラディンが攻めるとボードアンは、 ダマスとホーラン地方に強力な牽制攻撃をかけてダマス近郊のダレーヤまで進出した。1183年11月にルノーがまたしても死略戦でヒジャーッツ地方を荒らしサラディンの反撃を誘う。ボードワンは全身不随、盲目というありさまで軍の後から単下でルノーの要塞である下落城に着きサラディンの軍と戦った。サラディンが退却した後 守備隊を増強し城壁を建て直すまでエルサレムに帰らなかった。一方、病が募り結婚の望みが耐えてしまったので、ボードアンは王位継承問題に決着をつけておく必要があった。レーモン三世は資料分別に富み、サラリンと個人的に親しく王に最も近い血縁であることから王にもしものことがあれば王権を求めることもできたが、男子継承より、 近親継承を優先する土地の風習により、1177年、アネシビルに、ピエモント貴族である、グリエルモ・ディモン・フェンラーと埋め合わせ、二人の間に、後のボードアゴセイが設けられた。しかしグリエルモは、数ヶ月後に、マラリアで亡くなり、継承問題は振り出しに戻ってしまう。二亡人、シビーユは、東大随一の美男子という他何の取柄もないギード、ジニャンと再婚をし、 下の妹のイザベルももっとくだらない、オンフロは四世と結婚する。王国の重責はボードアンにかかるが、病状は日ごとに悪化し、断続的にしか政務は取れなかった。母のアニエス・ドクルトネエも、県政と金銭欲の塊のような女で、これら王の謹慎は王国を食い物にし、有能な家臣である、トリポリクを嫌う点で共通した。年ナザレで行われた、 家族会議で王は王国の摂政権を議員に任したが、たちまち無能さをさらけ出して、摂政権を取り上げられ、11月にわずか5歳のボードアン5世の即位が宣言された。1185年議員はアスカロンの領地に妻のシビーを連れ出し、出頭を促す王の命令を無視するだけでなく、エルサレム王に帰伏したベドウィン族を虐殺したので、 激怒したボードアンは王国の全権をギリの敵トリポリハクレーモンに移乗した。指揮を悟った王はすべての鬼人に対してエルサレムの王の元に来たることを命じ、王が世を立ち去るときはべての者が王の皇居に立ち会った。24歳没。アラビアの司会ルイマードはこの雷病持ちの子はその権威を敬わせることができたと書いている。十字軍の歴史を書いたルネグルスセは、 その苦痛と国旗に満ちた姿は十字軍の全肢を通じてもおそらくは最も高貴な姿であろう。英雄の勇士は脳と草に覆われながらも聖人の面影を宿している。このフランスが生んだ王の純粋な肖像を不当な忘客の彼方から引き出して、マルクスはウレリウス検定や類性王の傍らに置きたいと称賛している。ありがとうございます。